この料理は何ですか？ペッヤン。ペッヤン。すごい美味しいですよ。すごい美味しい。ご飯と変わらない。アヒル？アヒル。ちゃんとなんか、ハートで焼いて。いい香りじゃん。すごい。なんか台湾有名のすき家の店の味変わらないよ。美味しい。好きですか？大好き。たくさん作りました。よろしくお願いします。ほら。ほら、ね、見た今の見たでしょ。だからね、このチャンネル見てる方、マッサージだけじゃないんですよ。タイはちゃんとね、タイ料理の動画もね見てくださいよ。ほんとね、いい情報はこのチャンネル皆さんに提供しますから。今のね、すごい綺麗なお姉さん出たでしょ。タイ料理屋さんには綺麗なお姉さんがいるんですよ。美味しい料理食べて綺麗なお姉さんもお話できるから、タイ料理屋さんもね、皆さんね要チェックですよ。じゃあ今日はタイマッサージじゃないけども美味しいタイ料理をご紹介します。このお姉さんと一緒に。はい、よろしくお願いします。ラブラブタイ料理ディナー、あ、タイ料理ランチ、はい、じゃあいただきます。これどれから食べるのが正しい食べ方ですか？本当はそれだけは始まる。サラダで始まるね。そう、剣道はね、礼に始まり礼に終わりますけど、タイ料理はサラダに始まり何で終わるの？終わるのはお肉とか。あ、お肉で終わるね。ご飯とか。サラダに始まりお肉で終わるね、タイ料理です。一つずつ、これこれこんな風にしてかけて、こうか。これ合ってますか？ありがとうございます。優しいね、タイ料理屋さん。まあ、タイ人優しいですよね。本当ですか？うん、本当ですよ。本当ですよ。来てくださいね、優しいです。優しいよ。もうタイ人の優しさはね、なんていうのかな、もうね、触れてみないと分かんない、ね、もう絶対来たら優しいからね。辛いですか、これ？少しピリッと。少しね、いただきます。うん、合う。夏はいいね、これ。うん。サラダもいいし、はい、おつまみもいいし。珍しい、見たことない。はい、他の店やってるかどうかわかりませんので、うん、タイはありません。いや、他のお店はね、なんかね、日本人が行かないような、もう茨城のすごい田舎の町はやってるけど、家庭料理とか、うん、そう、これ分かってる。東京とかで見たことないな。これは家庭料理とかはあります。アローイ、アローイ、コブンカーちゃんとアローイ。二品目、二つ目どれですか？二つ目は、二つ目はトムヤムクンラーメン、冷たいの。あ、いいね、冷たくて、ね、さっぱりレモンの香り、うん。わあ、美味しそう、美味しそう。うわあ、麺がこれ美味しそうだね。これ何麺ですか？卵の麺ですよ、ラーメン。うわあ、ナスいいですよ。野菜と、野菜もたっぷり。野菜とキノコもね。ケイさん、毎日いるんですか？大体毎日いますよ。夜も？夜も。ほら、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 来た。タイの人と一緒に食べに行くと、こうやってやってくれるんですよね。で、別に日本人が優しくないとかじゃなくて、でもね、大体タイ人の女性はこうやってやってくれるんですよ。辛いかな。いただきます。うん、すごいひんやり。夏は絶対これいいね。すごいよ、これ。このひんやりが口の中でなんかこう、何、ブリーズがこう通り抜けるっていう。
うん、冷やし中華だねこれね。スープ美味しい。おかわりしたい。あとエビね、エビ、エビです。大きいエビ。いただきます。大きいエビ。うん。これはこれ新しいメニューですか。そう、新しいメニュー。うん。2024年のね、夏向け。これいつから始まるんですか。これは。2024年5月から。うん、どうでしょうか、うん、ちょっと辛いだけ、ね、でもさっぱりしてひんやり、夏はおすすめだね。そして3品目、ララダダダダ、何ですか。タイの北京ダック、ペッヤン、北京ダックですよ。うわーすごーい。おー、日本にあまり食べれないよ。うん、出す店は見ないからね。皮が美味しいんですよね。じゃあ肉も柔らかい。肉も柔らかい。おお、じゃあこれで。あとこれは、生姜ですね。生姜、酢漬けの生姜。酢漬けの生姜。これなんだろう。小松菜。小松菜。タレとか。あれか、うん、もし辛い大丈夫か、少しピリッと辛いの、それ少しピリッと、これおしゃれだね。フランス料理みたいになっちゃった、ね、これ全部合わせるんですか。別々、あ、骨があるからね。できた。と言って。肉だけ最初から多い。あ、本当？皮がたまんないね。いただきます。柔らかいかな？柔らかいです。うん。うん。おいしい。あれ？なんかイメージ違った。おいしすぎる。うん。タレもっといいですか？この甘いタレ。うん。ほらほらほら。来た来た来た。仲良し。いただきます。ここのタレ、うわ、皮がすごい。うん。時間すごいかかる、作るの。本当？何時間ぐらい？結構で焼くだけでも2、3時間くらいかかる。うんうん。また味付けとかも柔らかくなる。あらま。大好きだから作らないと日本食べれないから。うん、そうか、自分が好きだから、自分が好きだから食べたいから作っちゃった。そう、ね、だって他の店ないもんこれ、うん、もうタイに行くしかないから。でもチケットね、往復で今8万10万しますからね。成田にして食べられます。これがタイ本場の北京ダック。結構お客さん買いに来ますよ、丸ごと1匹とか。本当ですか。他の店売ってないから、うんうん、柔らかい、美味しいでしょ。すごい柔らかく美味しい、うん、そしてこれですか、はい、いただきます。マンゴー1個入ってますから、1個じゃないね、あの4分の1ぐらい入ってますからね。これストローじゃなかったよ、これごめんなさい、ストローじゃなかったよ、ストローになったんですよね。はいはい、じゃあグイッと最後ね。美味しいね、これ。フレッシュマンゴー、フレッシュマンゴー入ってるんだ。フレッシュマンゴー入ってます。デザートになります。うん、すごい甘い。美味しいですね。ケイさん、歯がすごい綺麗ですね。そう、みんな言えば偽物ですか、だってそんなにいればないよ、色出たこれホワイトニングするんですか。いや、やらない、しないの。そう、よくお客さん言われた、本物、ね、とか、本物でしょ。ね、そうですね、早い食べたら綺麗や。
そうそう、だこのね、綺麗なお姉さん、お姉さん、お店にいますんでね、うん、これはもう来るしかないね。成田駅からも近いしね。え、どこが一番近いの？成田駅ですね。成田駅ね。歩くのは10分か10分。そうそう、10分か15分、ね、あのとてもね、あの環境いい場所です、ね、はい、ぜひ来てください。お願いします。